こんばんは、アメアトンです。さて、前回モロを倒して今回はハイゼンベルクですね。まずは街に戻ろう。あ、開けてなかったのか。で、確かなんか歓迎されるんだよな。アイテムとか取ってないのあるかな。まあいっか、戻ろう。で、なんか看板で歓迎されるんだけど、敵は出なかったと思うけど、あるね、これだ、This way だ。で、ハイゼンベルクの砦に行くんだけど、その前にさ、なんだっけ、人食い鬼のやつがあったよね。人食い鬼と、砦の地下に眠る至宝。これなんだっけ、川、あ、なんだっけ、クランクゲットしたから、ここか、ここ行けるね。だとすると、先こっち行くか。ここから船出して、なんかアイテムとか取りに行けたと思うんで、あと、ここもか。ニワトリの、あそこね。This way。敵出ないよな？ニワトリは、こっちか。いや、そうそう、動物さ、まあ、どうせ使わんからっつって、クランク、取らなかったけど、売ればお金になるからさ、やっぱり、取ろう。ちゃんとデュークに進呈しよう。食べるの好きそうだしね。で、開いた。ニワトリ、ニワトリ外しただと、このテリトリーから出ねえのかな、ニワトリで。ここは登っていくんだけども、あ、なんもねえの、ここなんもねえんだ、中は。はい。で、上に確か首飾りの宝石があったよな。ヤギとかもいそうだけどね、ヤギの置物とかさ。いねえか。で、それか、宝箱取れね。これがピジョンブラッド。ピジョンってハトじゃなかったっけ。ハトブラッド、ハトの血で、確か2個つけられっから、これまだダメなんだよな。ビジョンブラッドですね。もう1個つけられるはず。よし、じゃあどうしようかな。まず、あ、どの道デュークの前通るか。デュークのところに戻って、あ、看板、すごい看板。 This way パパ、どこだっけ、そこか。ここの中何も取ってねえな。残りがあるぞ。なんだろう。取り忘れがあるっぽい。こっちあんま来ないから道わかんねえな。まっすぐ上行って。なんだろう、あれ、赤いの。ちょっと行ってみっか。敵出るかもな。なんで取らなかったんだろう。いるか？大丈夫っぽい。ここだっけ？あれ？ここって、あれ？クリスたちが、あ、違うか。ここ教会じゃねえか。あれ？なんだ？取り忘れがある？宝石系が、あ、あるじゃーん。あ、いや、手紙だわ。これか。おー、ライカンよだ。おー、どこだろうな。あら、これキーピックだったとこだよね。キーピックで取った後、赤いんよ。あれ、どっか宝石ついてる。こういうやつかな。見つかんなくて諦めて帰ったんだっけ。あ、あれ？これ取らなかったっけ？ファーストプレイの時かな？あったあったっつってこんなところにあったの見つけて。ファーストプレイの時かもしんね。で、デュークんところ。なんだ？ローズがお前を待っている。まずクランク使って、船出そう、船。
でな、あの人食い鬼が強えんだよな。なぜかいたけどね、あのベネビエント邸のお墓にね。でこっちのエルザのやつは取ったから、まあなんもねえよな。そこ行くだけだよな。であれか、あのドミトレスク城の地下みたいなところ行って、なんか像をゲットしたりとか、あと逆側に行くとあれか、あの金のあれね、敵出てくんだっけな、そこ。そうだな、なんか覚えてんな、こんなとこあったんだみたいなね。でもこれもさ、このクランク取った後もこっち来なかったら、あれ行かないでクリアできるんだね。そう考えると、お、炸裂弾美味しい。さあじゃあどっちから行こう、まあ、向いてる方から行こうか。まずはそっち。さあこの先は何だったっけね。あ、架け橋があるからトンネル作るんだっけ。ベネビエント邸との吊り橋ですね、これは。この先はまああれか、あのあれだ、ドミドレスク城に出るわ。これか、お金ね、必要だもんね。まあデュークに会ったらまたあれだ。そっちとここなんだっけ、そこに出れるんだけど、別に行ったからといってだよね、これ。やれはするけど、あ、井戸か、井戸は取ってねえのか、これか、ここの井戸か。そうそうそうか、閉まってんだよそこね、確か閉まってる。で、あの魚が手に入らないと。それだ、なんだっけ、あ、これ入るんじゃなかった、中に。待って待って、移動ハンドル、これ橋、嘘だよ、ここだよ、これなんだっけ、これこんなギミックがまだあるんかいっていうね。やばそうなギミック、結構深いよ。いや、めっちゃ深いよ、下見れないけど。で、なんか結局アイテム取れなかった、あったね、キーピック落ちてる。で、ここか、どう、何するんだっけ、登ってくんだよな。で、その突然これがガシャン落ちてきて死んでしまうようなことはなかったけども、地雷、登っていく感じ。何するんだっけこれ、登って登ってパイプ手榴弾、なんかやんだよね、なんかやんだけど、なんか音するよね、なんか誰かいる、これこれでいいんだっけ、落とせばいいんだっけ。あ、違えな、こ、こか。もう一回どうすんだっけこれ、なんかあげるんだった気がするんだが、で、これ押すのか。で、めっちゃ迷ったけど、まあこれでいけると。で、アイテムかなり取れなかったんだよな。炸裂だ。これ、降りんのって感じだよね。めっちゃ怖い。一方通行ってのが嫌だ。まあ降りますけど。外す。これを外すと上がる仕組み。マグナムだ。
先行が2個、ん、あ、これあれか、ピジョンブラッドと先行、おーおーおー、で、いや、まだあるんだよ、どこだろうな、何の音、誰かいらっしゃる、すべて上がっちゃったからもう上には行けないんだけど、勝手に閉まんのマジ怖いから、どこだろうね、あるとしたら、見つかんねえか、行こうか、ない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 し、この辺かな、あるとしたら宝石、宝石ないね、行きましょうか、結局見つから、あれ、ここはねえんだ、こっちなんだ、あくまで、あ、でもそこも赤いな、わかんねえわ、こっちの部屋、宝石があるとしたら、いやー行こうか、閉まるの怖いからやめて、行きます、で次はそこだ、ドミトレスク城のギミック、エンドレスゾンビ、まあ、ゾンビじゃねえんだけどな、あれ何なんだろうな、ライカンじゃないんだよな、ライカンではなくて、なんかないよね、ない、オッケー、では、ん？そこは？ここは違うんだよね。何なんだここ。出てきたっけ俺こんなところから。全然記憶にねえな。結構記憶飛ぶもんだね。そこの扉から出てきた記憶がない。まあいいか、行こう。で、船がそこと。では、重たそうな扉、ロードしてんのかな今ので、つけますか、あ、これ来ちゃうか、あれが、くしゃくしゃ、危ね、こっちは来ないよね、元気が良い、なかなか、なかなか、よしよしよし、あれ、ついたついた、オッケー、こっちこっちこっちだよ、こっちだよ、来たまえ、すげえ燃えてる、めっちゃ燃えてる、いいよなんか申し訳ねえ、消えてった、で、これが至宝、黄金の婦人像、秘宝だ、婦人っつっても、でもドミトレスク婦人じゃないっぽい感じだったね、顔つきが違う、昔の婦人、昔のっつうかその前の世代のなのかな、ショットガン、いいよ、弾が集まってきた、まあ、こんだけあれば砦とお金、お金、お金、全部お金、まあ、砦と製材所か、なんとかなるかな、取り尽くした、よし帰ろう、逆側だ、行くぞ、まさかね、ボートに乗った先がまだまだあるなんて思わなかったもんね、ファーストプレイの時は、で、行ってみたらまだあるんだみたいなね、なわけで次は心筋の元ですね、
思想ウイルスみたいなもんだね。ミランダが発見した、まあ、菌の何なんだろうね。ほんとほんと偶然見つけたよね、そんな菌をね、こんな山奥でね。まあそれを言っちゃうとな、タイラントウイルスの元となった思想ウイルスも一体何なんだっていう話ではあるけど、幻の魚がいたのこの辺だっけ。まあ高く売れそうだから取っていこう。元気がいい。当たんね。幻の魚、生肉、生肉、オッケー。よっしゃ、行くぞ。こんなとこがあるんだっていうね。細い。地震かなんかで避けたのかね。まだいないんだよね。まだいないです。おっ、出てきた。まだか。ビビりますよねこれは。そりゃパソコン DNA シークエンシング完了。ダルベイっていうのがそのジャック・ベイカーのね、あのセブンの現場ですね。ここが元、こちらが原種。コネクション、コネクションもね、一体何なんだろうな。多分ミアのいたところとは違うと思うんだけどな。同じなのかな。村の地下全域、すごい能力だよね。意識ネットワーク、まあ、これのおかげでエヴァが生き返るんじゃないかっつってミランダが頑張っちゃったわけだ。データストレージ、はい、弾、アンティークコイン、これ売り物だっけ。とイーパール、先行炸裂、地雷、地雷。さっきのアンティークコインがまあ売り物か。ベイカー系で見た、ベイカー系で見たものに似ている。鳥かごを開けるやつだ。さあこれ、やつらが歩いてくるんで、びちゃびちゃって1体か3体か、投げるか。当たり方が悪かった。1体2体3体、はい。でこれね、うごめいております。いやー、金なんだね。これが動き出して襲ってきたら、まあそれはそれでまた悪夢だよな。全部取ったよな。よし行こう。ちょうど真下です。祭儀場の、祭儀場だっけ、読めねえんだけどね。よし、じゃあ次はあれだ、製材所行こう。クランク取って生きるようになったのはここだけだよな。クランクで橋を下ろすのとニワトリだけだよな。あとなんかあったっけ。製材所がここと鳥でね。まあこんなもんかですね。今んところ大体取れてるはず。砦がきつそうだよね正直。よし、製材所な。一回デュークにあってマグナムかな、うと。足んなくなったら作ればいいんだよ。首飾りも売れるのか。さあデューク頼むぞ。なんか持ってる。
カドゥの瓶。これは失礼。かけら、頭骨。あ、つけてねえや。ちょっと待って待って待って。これがつけた。もうお出かけで、こちらで適当に見繕いますか。いやいや、ちゃんと選ぶよ。画獣モロー、銀の女神像、アンティコイン、夫人の、あ、夫人のだったんだこれ。へえ。でこれあれか、ピタゴラ装置で、こっちさっき拾ったやつ、鶏肉、魚肉、獣肉、幻、幻結構するね。まあ、こんなもんだね。売っちゃって、ほい。これはモロー様の？これはなんというか、グロテスクアートですな。でも好きそうだな、デューク。よし、これで、マグナム、いけちゃいそうだね。10万か。あげる。すぐ仕上げましょう。あげる。連射かな、装填。連射。あげる。も手先は器用な方でしてね。あと30円足りねえ。じゃあ連射あげようか。装填あげよう。よしよし。まあこれでかなり最強のマグナムに近づいた。新しい品を仕入れましたよ、ウィンターズ様。マジで？まあ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 。たま、マグナムだな。在庫6発だって。まあいいでしょう。じゃあ1回セーブしていきましょうか。ご利用ありがとうございます。では製材所へ行きましょう。製材所がここじゃねえわ。ん？あ、いいのか。そこか。製材所だけなんか道が違うんだな。なんか出そうだな。ショーはここからだ。 The show must go on。ここですね。ほら、6億。で、こっちが砦です。なので、俺はこっち行くぜ。うわー、どうしよう。倒せっかな。逃げちゃってもいいのかな。逃げると追ってくんのかな。ここで戦えて、で、これが使えるとかだと結構楽かもしれないんだけど、どんな感じなんだろうな。豚いたよな。いたいたいた。取るか。ショットガン撃っちゃった。獣。お金と、地雷と地雷。地雷がいっぱい出んね。まあ、それ使って倒せってこと？いいか。カラスだよね、今。いいタイミングで鳴いたな。うわ。うわはは。骨です。置いとこうぜ、もうこれ。まずマグナムでヘッション狙おう。どうせ硬いんだろうお前っていう。で、なるべく早く倒さないと。鳥が強えんだよ、鳥が。やられねえかな。どうぞどうぞ、逃げよう。来たまえ。怖い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 。ちょっと。いいよ。うっす。地雷全然無視してくるじゃん、あいつ。怖すぎん。
短期決戦のつもりが。どこにいる？鳥。上にいるのかこれ。上だ。うわ怖。超怖い超怖い。ちょっと。ちょっと、いやこれきついな。鳥がやばすぎる。鳥が打ちたい。あれをあがってる。いや鳥がちょっと厄介。あーきついな。マグラム当てて終わらせた方がいい気がするな。いやきついきついきつい。鳥さえいなければな。どこよ。出た。うわ外した。やめろお前来んじゃねえ。あ、終わった。巨人終わったっぽいな。終わったか。あ、力技、マグナムという力技相当使っちゃったからな。マグナムはこの後あいつにも使うんだよね多分ね。村長みたいなやつにも。ライフルだ。ライフル結構くれるな。これか。巨人の旋風。ライフルだ。スクラップと、炸裂だ。薬液と薬液、こんなもんかな。まだあんな。どこだろうな、あるとしたら。アイテム、アイテム。ねえな。え、なんかガシャガシャ言ってたけど、いいのか。なんもないよね。こっちの、あ、取ってねえけど、その肉取り終わったら終わるかな。肉肉ハーブ。これも肉。でっけえ肉。これの、まあ、デュークは来ているっていう話と、あとある製薬会社アンブレラのエンブレムね。これ書いたの誰だっていう感じだけどね。村の聖杯に割った紋章。
洞窟の壁画にも同じものがある。この村に滞在した男がいた。それがオズウェル・ E ・スペンサーなわけですね。ニコラの女神像。ライフル、まだあんな。なんだろうな。アイテム、うん、これか。クラップ、まだあんな。中にある。こっち、どこだろう。わ、釣られとる。どれだろうな。ああ、ただこんなとこにあったんか。それを見逃していたとは。こっちから戻っても同じ？どうなんだろうね。一応まあルート通りに行ってみよう。開ける。やつらが来る。だから逃げるぜ。違うよね、違うよね、違うよね。あぶね。結構当たってね、結構当たってね。おお、いろいろ見せてます。おお、ダッシュダッシュ。ちょっと水の中とか最悪だ。うわー、なんだこいつ。ダッシュ投げみたいな感じだったね。まいっちゃうな。これ1個買っといた方がいいかな。完全にその樽箱のタイミングを間違えたっていうね。あと2体。どこで倒したんだ俺は。これか。